早稲田大学牛梅です。明日の初戦に向けて、これまで準備してきたものを出せるように、いい準備をしたいと思っています。キャプテンとしてこのチームをしっかりまとめ上げて、選手全員スタッフ一丸となって明日、世界選手権のいいスタートを切れるように頑張っていきたいと思います。日本からもよろしくお願いします。